皆さんこんにちは。今回は最近話題になっている国民年金の問題について詳しくお話しします。特に国民年金加入5年延長見送りが60歳以上のサラリーマンに与える影響について徹底的に解説していきます。まずこの問題の背景から説明していきます。今年は5年に一度の年金財政検証の年で、来年には年金制度改正が予定されていました。その中で注目されていたのが国民年金の加入期間を5年延長する計画です。具体的には現行の最大40年20から59歳から最大45年20から64歳に延長する予定でした。これは来年4月からサラリーマンの定年延長、65歳までの雇用継続が完全義務化されることに合わせた計画だったのです。ところが今年7月3日に政府は突然この計画の見送りを発表しました。厚生労働省の年金局長が社会保障審議会年金部会の会合で、残念ながら批判を一掃できているとは言えない、力不足をお詫びしたいと異例の謝罪を行いました。見送りの本当の理由、政府は国民の負担増を回避したと説明していますが、実際はそれだけではありません。年金の専門家である社会保険労務士の北村翔吾氏によると、本当の理由は財源の問題だったようです。国民年金の給付財源の半分は国庫負担です。加入期間を5年延長すると将来支払わなければならない年金が増え、国庫負担は年間約1兆円増加すると予想されていました。つまりこの財源を確保できなかったことが見送りの主な理由だと考えられています。60歳以上のサラリーマンへの影響。さてここからが本題です。この計画見送りによって60歳以上のサラリーマンに大きな影響が出ることになりました。具体的には1人当たり約270万円もの年金損失が生じると試算されています。なぜこのような損失が生じるのでしょうか。それは厚生年金と国民年金の制度の違いに起因しています。厚生年金は70歳到達まで加入できるのに対し、国民年金は原則60歳、最長40年までしか加入できません。この違いが60歳以上のサラリーマンに不利益をもたらしているのです。サラリーマンが支払う厚生年金保険料には、国民年金に相当する1階部分の基礎年金と2階部分の報酬比例年金の保険料が含まれています。報酬比例年金は加入期間が長くなるほど増えていきますが、基礎年金、国民年金は60歳以降保険料を払っても給付額は増えないのです。具体的な損失額では、具体的にどれくらいの損失が生じるのでしょうか。例えば月収30万円で65歳まで働く場合、60歳から65歳までの5年間で約270万円の損失が発生すると試算されています。例えば月収30万円で65歳まで働く場合を考えてみましょう。60歳から65歳までの5年間で支払う厚生年金保険料のうち、基礎年金部分、月額約3万円 ×60 ヶ月は180万円。この180万円は基礎年金の給付増につながらないため、実質的な損失となります。さらに将来もらえるはずだった年金額の増加分約90万円も失われます。合計の損失額は180万円プラス90万円の約270万円となります。この計算により、60歳以上のサラリーマン1人当たり約270万円もの年金損失が生じると試算されています。これは決して小さな金額ではありません。さらに60歳以上の厚生年金加入者全体で見ると、年間約1兆4000億円もの年金損失が発生していると推定されています。この金額の大きさに驚かれた方も多いのではないでしょうか。この問題の本質は、60歳以上の厚生年金加入者が保険料の取られ損状態に陥っていることです。つまり保険料を支払っているにもかかわらず、その分の給付増がないという状況に置かれているのです。これは日本の年金制度の複雑さと高齢化社会における労働と年金の在り方を浮き彫りにしている問題だと言えるでしょう。解決への道筋では、この問題をどのように解決していけばよいのでしょうか。一つの方法として、国民年金の加入期間を延長することが考えられます。これにより
60歳以上のサラリーマンも保険料を払った分だけ年金給付が増えることになります。また厚生年金と国民年金の制度の整合性を図ることも重要です。両者の加入可能年齢を揃えるなど制度の見直しが必要かもしれません。しかしこれらの解決策を実施するためには先ほど述べた財源の問題を解決する必要があります。年間1兆円以上の追加財源をどのように確保するか、これが大きな課題となっています。今後の展望、現時点では政府から具体的な解決策は示されていません。しかしこの問題は多くの人々に影響を与える重要な課題です。今後の年金制度改革の動向に注目が集まっています。特に来年の年金制度改正に向けてどのような議論が行われ、どのような対策が講じられるのか、私たちも注意深く見守っていく必要があるでしょう。ではここからは皆さんからよくいただく質問に答えていきたいと思います。 9.1 なぜ60歳以上のサラリーマンに年金損失が生じるのですか？厚生年金と国民年金、基礎年金の制度の違いが原因です。厚生年金は70歳まで加入できますが、国民年金は原則60歳までしか加入できません。60歳以降も厚生年金保険料を支払っていますが、その中に含まれる国民年金部分の保険料が実質的に取られ損になっているのです。9.2 270万円の損失はどのように計算されるのですか？例えば月収30万円で65歳まで働く場合、60歳から65歳までの5年間で支払う厚生年金保険料のうち、基礎年金部分約180万円が給付増につながりません。さらに将来もらえるはずだった年金額の増加分約90万円も失われます。これらを合計すると約270万円の損失となります。 9.3 この問題はなぜ起こっているのですか？国民年金の加入期間を現行の最大40年から最大45年に5年延長する計画が見送られたことが直接の原因です。この計画が実現していれば60歳以上のサラリーマンの取られ損問題は解消されていた可能性があります。 9.4 なぜ計画が見送られたのですか？主な理由は財源の問題です。加入期間を5年延長すると将来支払わなければならない年金が増え、国庫負担が年間約1兆円増加すると予想されました。この財源を確保できなかったことが見送りの主な理由だと考えられています。 9.5 この問題の影響を受ける人はどのくらいいますか？60歳以上の厚生年金加入者全体に影響があります。具体的な人数は明確ではありませんが、年間約1兆4000億円もの年金損失が発生していると推定されています。 9.6 この問題を解決するための方法はありますか？解決策としては国民年金の加入期間延長や厚生年金と国民年金の制度の整合性を図ることなどが考えられます。しかし財源の問題や政治的な判断により現時点では具体的な解決策は示されていません。 9.7 個人でこの損失を回避する方法はありますか？現行の制度下では個人でこの損失を完全に回避することは困難です。ただし60歳以降の働き方や年金受給の開始時期を工夫することで部分的に対応できる可能性があります。具体的な方法については専門家に相談することをお勧めします。まとめ、今回の国民年金加入5年延長見送りの問題は日本の年金制度が抱える課題の一つを浮き彫りにしました。60歳以上のサラリーマンに大きな年金損失をもたらす可能性があるこの問題は早急な解決が求められています。しかし財源の問題や制度の複雑さなど解決への道のりは決して平坦ではありません。私たち一人一人がこの問題について理解を深め、自分の将来の年金について考えることが重要です。また政府や専門家による議論を注視し、必要に応じて声を上げていくことも大切でしょう。年金制度は私たちの老後の生活に直結する重要な問題です。この機会に自分の年金について改めて考えてみてはいかがでしょうか。
以上、国民年金加入5年延長見送りの問題について詳しく解説しました。この動画が皆さんの年金制度への理解を深める一助となれば幸いです。もしこの動画を見て気になることや疑問に思うことがあれば、コメント欄でぜひ教えてください。またこの情報が役立つと思った方はぜひ動画をシェアしてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。